こんにちは。アポロ菅原です。えーとですね。今回はですね。なかなか大変なあの質問をいただきました。ジャンボ鶴田さん。天竜さん。藤波さん。長州力さん。アポロさんはどう考えるか、あるいはどう見てるかっていうご質問です。 こんなにね答えにくい質問をされる方っていうのはね困ったもんですよ、まあ、それでもねあの自分なりにお答えしたいと思いますまずあのジャンボ鶴田さん鶴田さんをね初めて見たのはね昭和46年の和歌山国体なんですよちょうどね2階で見ていたらね 頭一つ大きい人がね、こういったのでね、あの人誰って、まあ、あ他の選手に聞いたら、鶴田さんだよって言うから、ああ、社会人でね、その時きは、まあ、もちろん優勝されたんですけどね、ああ、鶴田さんか、大きいなーっていう感じで、まあ、あの時にね、行って、ご挨拶でもしていればね、また違ったかもしれませんね。それであのー 全日本プロレスに入ってきてね、鶴田さんとはそんなにね、お話しする機会はなかったんですけれども、あのー、洗面所で一緒になった時にね、鶴田さんから、そならお前、レスリングやってたのかって言うから、まあ、その頃のねあのあ、和歌山の国体の時き、あのー、知ってますよっていう形で言ったら、おそうかっていう形で。 しかし菅原あれだなってちょっと笑うと「武田鉄矢に似てるな」なんて言われたんでね「え武田さんにねつか?」って自分は切り返したことを覚えてます鶴田さんといえばねもちろん試合はすごかったんですけど特に自分が印象に残ってるのはねニック・ボック・ウィンキルとやった試合ですねもうセコンドについててね あ,あいいなあと思いました。ええ。つさんももう元気いっぱいだったしねあの、ニックもね、素晴らしかったんですよ。それを後でねあの、アメリカ行った時にね、ニック・ボック・ウィンクのうちにね、ちょうど渥に、まあ、行った時に、その胸、ね、話した時にね、いや、ジャンボはすごかったぞ。 まあ、その時はあのベルトをかかってたんですよね AWA のねまあ捉えそうになったななんて笑って言ってましたけどねうんとにかくジャンボさんはプロレスラーとしてはね何て言うのかなこう優位に立つものをいっぱい持ってましたね身長も高いし確かバスケットボールもやられてたんじゃないでしょうか それとレスリングですよね。もう能力高いのは明らかなんですよ。これはね、プロレスラーにとってはね、最大の利点なんですよ。それと、聞いたわけじゃないんですけどね、ブルーザー・ブロディはね、ジャンボさんと試合してる時自分から見たら楽しそうだったんですよ。ブロディはね、結構好きだったんじゃないですか 鶴田さんと試合するのが、えー、そういうふうに、ね、自分は感じてましたブロディには聞かなかったんですけどね練習ではねいつも、あのーまあ、一緒にトレーニングしたりしてねやってたんですけどもねブロディに一回ねちょうど身長計があったんですね「ブロディいくつあるの?」っていう形で <laughs> 言って笑って「じゃあ測ろうか」ということで。 素足でセンチまあだから手術はけはまあそれは2ーありますよね当然ねそれで「お前も測ろうか」っつったら「いや俺は小さいからダメだ」っつって,って笑ってましたけどね、うん、それからね天竜さん天竜さんにはね本当にね、まあ、全日本も含めてねメガネスーパーの時もねお世話になったし 自分から見たら天竜さんっていうのは親分でなんですよね特にあのまあ思い出すのはねやっぱりこう天竜さんもよく飲まれますからね、えー、札幌なんか行った時よくあの飲みに連れて行っていただいてねその時にも「天竜さん今日あそこ先に行っていいですか?」なんちゅうと。 おう先に行くとなぜかそこにね小鹿さんがいたりしてね「<laughs> 小鹿さんどうしたんですか?」って言ったら「おおすがるか」っつって「んちゃんどうした?」って言うから「いや後から来るみたいですよ」なぜ小鹿さんがいるのかよくわからなかったですけどね、うん、でもよくあのー、そういう飲みにはね連れて行っていただいてね 感謝してますよそれとあの天竜さんはやっぱりねあのウエイトトレーニングは自分から見たら好きだったんじゃないでしょうかね体つきが本当に変わってきましたからねそれとあのやっぱりねあの道場に来てねあの、まあ、指名していただいてねあの受け身天竜さんがとるんですよ でお菅原、ちょっとお前投げてくれっていうことでまああの30か50ぐらいね連続でこう投げてやるんですねまあいろんな投げ方あるんですけどもそれでまああのテニスさんに言わせりゃこうやってまあ呼吸を整えるっていうまあ息を整えるとかねそういうことを、まあ、よくやられてましたねもちろんあのプロレスとしてはねあの自分なんかテニスさんと試合したこと 回ぐらいいいししかかななんじゃないでしょうかね自分があの馬場さんのところ全日本ね解雇される前にねまああのタックマッチでやっていただいたことがあると思いますそのくらいですよね店主さんとはねまあメガネスーパーに来た時にはねあのまあ大エースですからねそれでもやっぱりあのまあ店さんとね あの横綱の北尾がねあの後で試合したっていうのはまあ後で知ったんですけどもやっぱりあの北尾が帰ってきてねこういい意味でこの旬の時ねまあ新日本とちょっともめたんですけどもそれでも旬の時にあの自分は天竜さんとああ横綱北尾の一騎打ちが見たかったですね、う。ん 多分皆さんも見たかったんじゃないでしょうかね。うん、そこはちょっとね、あのー、もったいなかったですよね。うん、メガネとしても、絶対それをやってったら、いい方向にこう行ってたんじゃないでしょうかね。うん、それでもね、やっぱりあのー、大先輩というよりもね、自分よりはまあ、あいくつかな、4つぐらい上なるのかな。ですから本当にあの、まあ 偉大な兄貴分ですよ。本当にお世話になったと思ってます。それから。藤波辰爾さん。藤波さんは、あの、自分と同じ年なんですよね。それを踏まえてもね、あの、最初に、多分、蔵前古文館じゃなかったかな。藤波さんと、阿修原さんの試合。それ、自分はまだ。 ロ入った時にねあの本当駆け出しもいいとこですよそういう時にあのセコンドで見てたんですよねであの藤波さんがリングに上がってきたスッと立った時の姿今でも忘れないですよオーラがあってあっと思いましたねまあさん付きはしませんけどれこれが藤波かっていう感じで見てましたまあ試合はね やっぱりあのー、多分外国人レスラーに聞かれたら多分一番わかるんじゃないでしょうかね藤波さんとは絶対やりやすいと思いますよ自分も藤波さんの試合見ててあこれは相手はあのー、試合しやすいだろうなと思ってますやっぱりこういい意味でメリハリがついてるんですよ藤波さんの試合はね攻守がうまくねできてると思ってます新日本やった時ね まあ自分はまだほらまあとりあえず引っ込みじゃんの方だから、ね、あの記念撮影の時にね藤波さんが「そからこっち来い」っていう感じでね引っ張ってもらったのの、まあ、思い出はありますけどもねただ自分も半年でね新をこを辞めましたのでねうーんいたらねもっともっとね、まあ、お話し合いがねできたんじゃないかなとは思ってますよ。う 合流まあ郷さんがね自分に言うんですよ一番自分でベストマッチはやっぱり藤山さんとやった試合だって、うん、だろうなと思ってますよ、うん、そういう感じであの、ね、もっともっとね本当にお話ができればよかったなと思ってますよねまあ最後にね長州力さん 長州さんのことを知ったのはねあのもちろんあのプロレスで活躍されてる時なんですけどもその時にあの、まあ、長州さんもあの専修大学の出身ですのでねあの自分のちょっと上の一つ上の先輩も専修大学行ってたんですよね。それであの先輩に「長州さんどうですか?」って言ったら「いや強いよ」って。うん やっっっぱりなてていう感じだよって当時のことをねそうやって言ってくれましたああそうかっつってそうか俺もじゃあ専修大学行ってたら長州さんとちょっとスパイリングやったかななんてことを感じましたね、えー、そしたらね多分後々ちょっと違ったかもしれないですけどね、えー、でもね長州さんのね まあ、いわゆるさそり固めリキュラリアートありますけども自分はね長州さんの技で一番好きなのはねバックドロップなんですよ。あのー、本で喋ったこともあるんですけどもねルーテイズさんのバックドロップは自分は見た中で一番じゃないかなと思ってるんですけどもテイズさんののは持ち上げてね ちょっと自分がブリッジしながらねパッと後ろに投げるんですよそれに控え長州さんはねガーンと持ち上げてねズバーンと落とすんですよねバックドロップまあ長州さんの方がね見た目が派手だしね現代的じゃないかなと思ってます今ああいうバックドロップされる方はなかなかいないでしょううん だからあとはねそうですね長州さん今でも大人気ですもんね、うん、コマーシャルとかでよくねお見かけするしね、うん、まあ死ぬ時はねあまりこうちょっと自分にとってはねちょっと不思議だなと思った時もあまああるんですけどもね、うん まあそれを振り返ってもねやっぱり今でもねやっぱりスターなんですよ長ョさんはね。えーまあ、あの今回はねあの、まあ、自分にとってはねやっぱりこう先輩だしやっぱりこういわゆる馬場さん猪木さんの後のねやっぱり4人のやっぱり、まあ、スーパースターですよ。 この方々のな、ね、いことをねまあ、自分なりに、えー、お話しさせていただきました。まあ、いろんなことはあるでしょうけども、あのご質問がございましたらね。よろしくお願いいたします。アポロ菅原チャンネル登録よろしくお願いいたします。